はい、皆さん、えー、こんにちは。今回もね、真っ黒です。ということで、本当にね、最近ね、この真っ黒シャツを着てですね、この動画を撮ることが非常に多いです。なんか毎回のようにね、また真っ黒です。えー、真っ黒ケイちゃんです。みたいなことを言わさせてもらってますけど、本当に多いんだよね。まあ、ちょっとね、シャツの色はいいんですけども、 まあ、このね、今回のね、えー、動画の話に関しては、例のトンズラ M 子さんの話ですので、えー、まあね、えー、私もいつも言っているように、あの、ニューヨークのトンズラ夫妻の話をするときには、必ず苦労を着てますということで、今回も苦労です。はい。でですね、ちょっとね、本題に入るちょっとね、えー、1分、2分ぐらいちょっとね、時間、 えーをね、お借りしてですね、えー、実はね昨日なんですけどもバンコクのね一番その繁華街と言われるところでサイアムという地域がありますでそこにはですねあの大きなショッピングボールが建っていたりしてまあ非常にですね若者を中心に、えーまあ、人がバーッと集まるような地域なんですけどそこでね、えー、実はね発砲事件がありましたでねこれに関してはどうも日本でもかなりのニュースになっていたようでご視聴者の方からですね あのバンコクで発砲事件があったみたいケイちゃん大丈夫っていうですねご心配のコメントをね結構かなりいただきましたなのでねえ本当にありがとうございますえなんですけれども私全然大丈夫です。というのもねあの私もですねあのどちらかというと日本人が多くない地域に今現在ねバンコクに住んでますので。 まあ、バンコクの田舎とは言いませんけど、やっぱりね、その中心街だと家賃も高いんでね、あのちょっとね、離れたところだと家賃もかなり安くなりますので、そういったようなところに住んでますので、えその事件は当然知ってましたけどね、まあ、ただ全然あの私がいるところでは、あの平穏なですね、一日でしたので大丈夫ですということでえ、本当にね、たくさんの方からね、ご心配のコメントいただきまして、ありがとうございます。えー、アジアのケイちゃんは全然大丈夫ですということでね。 はい、えー、といととうなことですねあのバンコクはですね普段は本当にねあのタイの方も温厚な方そしてね、微笑みの国という,ふうに言われておりますので非常に優しい方多いんですよ、まあ。日本でもね、たまにそういったような事件あるじゃないですかそれと同じようにね、バンコクでもたまにこういったような変な事件が起こりますけども、まあ、これからね、来月からはえ寒気と呼ばれるね非常にねえ、観光にはもってこいの時期になりますのでねえ、まあ、そういったような事件が起きてもぜひねえ、タイに遊びに行きたい。 というような方がおられればですね、ぜひお越しになってもらえればなという感じです。はい、でですね、はい、本題に入ります。ということでね、ちょっと本題に関してはまたね画面変えます。はい、ということでね、ちょっとね画面変えましたけども、さっき言いましたように、今回はトンずラえむさんの話で、実はね、この話に関しては、昨日発売されたね女性自身にも出ていたので、実はね、 えー、まあ話をしようと思ってたんですけど、ちょっと、ね、他の話をしたいなと思って、ですね例えばね、えー、年の宮愛子様の留学断念みたいなね話も出てたんで、えー、これに関してはね皆さんやっぱり非常に気になっているのか、非常に多くのねコメントいただいたりしておりました。私もね動画昨日の動画の中でお話ししたんですけど、愛子様絶対に、ね、留学してほしいと思いますけどね、まあ、ちょっとそれはね昨日の動画でもお話ししましたので、昨日の動画、 昨日の、ね、夕方ぐらいにね、あげておりますので、ぜひね、ご覧になってもらえればなというふうに思います。で、えー、女性自身のね、表紙、こんな感じですね。はい。でですね、今ちょっとご覧になっていただいている通り、えー、まあ、上がね、愛子さまの,の留学断念ということで、昨日あげた動画の内容なんですけど、まあ、その左側にね、はい、とんゃらえ子さん出てきましたということで、えー、私物を放棄して2年みたいなね、そんなような記事が上がっております。 えー、でこれはね、女性自身の記者の方も取材をかけたっていうようなことらしいですけどね、え今回はね、この動画に関しては、それプラスアルファのちょっと話もしますので、ぜひね、ご覧になっていただければなというふうに思います。はい、でですね、今ご覧になっていただいているのは、その私物を放棄しているっていうことで、まあ、この件に関してはね、もう昨日の時点で、他の YouTuber の方もいろいろ言われておりますので、皆さんもね、えー、ご存知の方が多いんじゃないかなと思いますのでね、ちょっとね、簡単にお話しします。 要はですね、エムさんがニューヨークにトンズラしてからすでに2年が経ちましたと。で、皆さんもね、覚えてらっしゃると思いますけど、2年前ですね、ニューヨークにトンズラする前に、何回も言っちゃうけどね、ニューヨークにトンズラする前にですね、えー、その赤坂の御用邸を訪れて、えー、まあ、ご両親に挨拶したみたいなことがね、ありましたよね。なんで、その時にはなんで行くんだみたいな話が <laughs> ありましたけどね。まあ、それはちょっと置いといたとしても、その時からですね、ずっとこの2年間、私物を置きっぱなし、 単純にだらしねえだけなんじゃないのっていう話ですけどね。でねえ、例えば上に書いてある通り、公務に関する資料、ローブデコルテなどの公的衣服から、漫画、私服等、段ボールで数十箱分。これ数十箱って言われるから、なんかね、よっぽど多いんでしょうね。まあ数百個とは書いてないから、百、百個以下だとは思いますけども。だとしてもですね、えー、それがね、50箱なのか、ね、90箱なのか、ちょっとそれはわかりませんけども、相当な量だよね。 でこういったようなものが、まあね、なんかそれこそどこに行っちゃったのあるはずなんだけど、どこに行っちゃったのっていうことで、まあ、ニューヨークにね、飛んづしたときには、それこそね、あのー、まあ,あの、その画像等もまだ YouTube 等に残ってますけどね、なんかその手荷物でもあんまり持ってませんでしたしね、じゃあ後から送ったのいや、でもそんなことないでしょみたいなね、今現在住んでるところが、 結局ワンルームの狭いところっていうふうに言われてますからね。自分の住んでるところだって置いとくとこないなっていうことで、私物がどっかにあるんじゃないのっていう話ですよね。で、これに関して、経営委員長のね、報道室からなんか回答があったようなんですけど、この通りですね。M 子さんの所持品が赤坂東手または同事務棟に置かれている事実はありません。 みたいなね。案の定だよね。全然、本当のこと言えよ、みたいな感じなんだけど、もう本当に思うけど、経営庁のこの報道室だとか広報室だとかね、何のためにこの人たち、何の仕事してるんでしょうね、みたいな感じだよね。まあ、案の定のこういったな言い訳的なことを言ってるわけですね。 ねまあ、おそらくは過去、あのーまあ、様まが、ね、今現在一人暮らしをしているようなあの例の、ね、10億とか11億って言われていますけど、まあ、今現在分室なんてことが言われちゃって完全な、ね、A 組、えー、家のです、ねえー、もう一つの、ね、ご邸宅みたいなことが言われておりますけども、まあ、旧御家宮ですよ、まあそこに、ね、置かれてるんじゃないかもしくは、ね、赤坂東店にそのまま置かれてるんじゃないかみたいなことが想像はできますよね。 まあ私は思いますけど、まあ佳子様が、まあどこに置かれてるにしても佳子様がね、管理してるんじゃないかなっていう気はしますけどね。まあちょっとそこら辺はよくわかりませんけどね。いずれにしてもその何十箱にも及ぶような、こういったような私物が放置されている。まあね、ちょっと一番下に黄色で書いておきましたけど、単純に言ってだらしないだけだよね。っていうふうに私は思いますけどね。 要はこういった何十箱もですね、それこそ100箱近いような私物が置かれていたら、それこそね、例えば旧五角部所においては、え事務員のねスペースっていうようなことで、ねえーまあえ、いずれはキープされるっていうことだったですよね。結局そういったようなことで事務員がいられなくなってね、追い出されて、結局はですね、また新たに4億、5億近いお金を使ってね、また事務所を作るみたいな話になってるわけですよ。といったようなことを考えると、こういったようなね、置きっぱなしのこの段ボール、 これによってね、事務員、人が追い出されると。とんでもねえよねっていう話。結局、だらしない、かつ、欧兵だねっていうような、一言でね、済まされちゃうような話ですけど、ええ加減にしろって話ですよね。もう早く捨てるよと思いますけどね。まあ、そういったようなね、ちょっと記事が上がっておりました。といったようなことと、私は今回のね、今言ったように、結局はだらしないようなことと、欧兵、特に欧兵っていう部分だよね、欧兵というか、横暴というかね、そういったような一言だと思いますよね。 でねやっぱりこのねだらしなさというかまあ私もねあのー、よくまあ仕事をしていた時まあ私がね今現在住んでるとこもそうですけど、まあ、私もね毎日掃除等をしてますしね特にやっぱり仕事をしている時皆さんもあの仕事をしている方もね今現在いらっしゃるでしょうしもしくはね仕事をされていた方でもよく言われませんでした。特に私はね職場の えー若ね、私も若い時って言うともう何十年前の話になっちゃいますけどよくねやっぱり先輩とか上司に言われましたけどやっぱり仕事ができるやつっていうのは自分のその机がありますよね机でも綺麗にいつもなってると。 要はですね、何がどこに置いてあるかその、特に仕事ですから、何がどこに置いてあるかということを自分で把握してないと仕事もすぐに着手できないでしょうというようなことで、やっぱり仕事できる人っていうのは、その人の机を見ればわかるみたいなことをよく言われましたね。なんで私もね、まあそういったようなことがちょっとね、頭からずっとね、離れないので、今のところね、住んでるところは毎日掃除しておりますし、まあ、毎日洗濯してますしね。 といったようなな感じなわけですよ。よくそういったようなこと言われませんでしたかね結局はね、そのね、自分の周りにあるものをほっぱらかしているというかね、結局ね、その部屋が汚いだとか机が汚いとかっていうような人が結局人間性が現れるわけですよね。といったようなことは私も若い頃よく言われました。皆さんどうですかねというようなことでちょっとね、次のページですね。はい、でですね、次のページはですね、これまたね、古いね、 え週刊新調の記事ですこの件に関してはね皆さんもね覚えてらっしゃる方もしくはご存知の方もおられると思いますけどもさっき言ったようにね欧米な部分ということでねまあやっぱりねこの人ね以前からねこうだ、まあ、それこそ小さい頃からね小学生の頃からこうだったねっていうことがよくわかるような記事これなんとですね2006年だから今から17年前ですね17年前の9月14日後17年前というと えー、今年もうねそろそろ、えーまあ、今月ねエムコさんにおいては32歳を迎えますのでエムコさんがね1 4 1 4歳15歳ぐらいの時ですね要はエムコさんが中学校ぐらいの時ですかでそ,その時ぐらいに、えー、実は小学校の時にこんなことやってたみたいな話でね、まあ、あのご存知の方も結構いると思いますけどねちょっとこのね赤で囲った部分だけ、えー、ちょっと読みますけど えまあ当時のエム子様だよね当時は当然様でしたのでエム子様はあれでいてね、えー、なんだ結構やんちゃな、えーねお,ね、何お嬢様、えー、なんですよとかね、えー、小学3年生の時だったがクラスメートがランドセルを背負って廊下を歩いていると眞、えー、子様が後ろからいきなり背中を蹴った飛び蹴りしたみたいなね 思わず這いつくばったその子をね、尻目に、えむ、ー、子さま様は、えむこさは、ケラケラ笑いながら走っていかれたそうですと、そんなイメージがあるので、あるのでテレビでかしこまって会釈される姿をね、拝見すると、なんだか笑ってしまって、みたいなね、そんなような記事がね、出ておりましたですね。これがね、もう約ね、17年前の「週刊新潮」の記事です。まあ、この話ね、えーまあ、ご存知の方も結構おられると思いますけど、要はね、単純な話ね、さっきのね、あの、 もう荷物を置きっぱなしっていうねだらしねっていう話でもありますけども結局はそのだらしなさとともにやっぱりね人に対して横兵なんですよそういったようなことがねこのねまあ小学校の頃なんでねまあまあ小さい頃は皆さんいろいろあるとは思いますけどもただやっぱりねそういったような、まあ、性格的なものっていうのはずっと大人になってもね引きずられると私なんか思ってますのでだってさ結局皇族小学校小学生といえどですね 後ろからその一般のねその小学生ですよ、その飛び蹴りしてね、それでその当然、這いつくばっちゃうわけですよね、蹴られたね、えー、人はね。で、そのね、あ這、はいつくばっているようなこの小学生に対して、ケラケラ笑って立ち,っ立ち去ったみたいなね、そういったような話じゃないですか。もうあんまりにも呆きれちゃうし、横柄ですよね。まあそうういいったようなことが、えー、小さい頃からも あったということですよね。結局はエイヌ n 宮家の自由だ自由だ何でも自由にしろみたいなそういったような教育方針によってこういったような何て言うのかな性格が形成されて今現在に至って結局はさっきのねだらしなさっていうこともありますけどもね,ね、私物もそうですけども全てのこと国民に対する説明もほっぽっといてだらしなくニューヨークにとんずらしたっていうことだと思いますよということだと思いますねはいちょっとまた切ります はい、ということで、ですね、えー、本日はエ、ね、ム子さんのことに関してね、えー、昨日の、えー、そのね、えー、どこだっけ、女性自身か、女性自身の記事をちょっとね、皆さんに思い返してもらうのとともに過去においてはこんなことありました。ひどいわね、えー、子供のね小学、小学生のですね、背中をね、えー、バーンと飛び蹴りして、ですね、それでいつくばってたらケラケラと笑って逃げちゃったみたいな話。ね、もも、ういかにも 王兵これが皇族のねい,いくら小学生とはい,いえどですねこれが皇族ですかみたいな話ですよねまあこれももしねご存知でなかった人がいたらねこんなようなこともあったんですよということでまあ覚えておいてもらってもよろしいんじゃないかなっていう気がいたしますまあ何せね17年前の記事ですからねまあちょっとそういったものを引っ張ってきたっていう感じですちょっと昨日のね女性自身の記事見て ああ、やっぱりな、っていうようなことと、ちょっとこの記事をね、思い出した、思い出したもんですから、ちょっと紹介させてもらって、え、もらった次第です。ということで、はい、皆さんどう思いますかって話ですね。はい、今回もありがとうございました。バイバーイ。